デジタル表示の高度計、高度計、または、焦度計は、焦度や放射焦度を測定する機器の総称。高度測定機器であり、次のような光の強さを測定する計測機器を含む、フォトレジスタやフォトダイオードを使ったものが多い。どちらも、光電効果を利用して、光を検出し、適当な電子回路でそれを測定する。標準光源と比較した相対的光速を、 測定する。高度計は測定対象の光源の照度が標準光源の照度と同じになる位置に設置する。すると、照度が距離の事情に反比例するという性質に基づいて相対的高速の比較を行う。高度計によっては入射放射束ではなく光子を数えることで測定を行う。方式は同じだが得られる値の単位はートンズ 平方センチメートル、または、フォートンズ、センチメートルマイナス 2SR マイナス1となる。通常の高度計では W、平方センチメートル、または W、センチメートルマイナス 2SR マイナス1である。個々の格子を数えるため、測定可能な放射強度は低いものに限られる。放射強度の上限は、対応する検出器の読み出し回路の時間分解能によって決まる。 現在の技術では、時間分解能はメガヘルツの範囲にある。放射強度の上限はまた、検出機自身のスループットと利得係数によっても制限される。航空宇宙におけるリモートセンシングでは、そのような光子係数機を X 線や紫外線などの電磁スペクトルの上限部分に使う。これは、一般に測定対象の放射強度が低いためであり、 同時に、周波数の低い光の波動としての性質に比べて、エネルギーの高い光の粒子としての性質を使った、測定が難しいためでもある。逆に、可視光線以下の周波数の電磁波による、リモートセンシングには一般に放射系を使う。ありがとうございます。